完熟フレッシュは日本のお笑いコンビで実の父子からなるコンビ。渡辺エンターテインメント漫才協会所属。ロックンロールコメディショー賞時代の池田57クレイジー。池田がかつて組んでいたロックンロールコメディショー賞は父自身の引退により無期限活動休止。引退後、父はスポーツジムにトレーナーとして就職。その後、父は離婚し、娘、レイラを引き取って、 不死家庭生活となる。離婚した後、父は、お笑いへの情熱を捨てきれなくなり、2016年に、レイラを無理やり相方にして、父子コンビ、完熟フレッシュを結成。結成直後から、M-1 グランプリに、アマチュアとして、出場。2016年は3回戦まで、進出。2017年は準々決勝まで進出。2017年の M-1 グランプリでは、 ベストアマチュア賞に選ばれた。2018年1月1日未明放送のグルナイ面白そうに出演し、注目を集め、同年1月8日に渡田辺エンターテインメント所属となる。ネタは実話をもとにして、頼りない父が繰り出す自虐ネタに、レイラが辛辣な毒舌で返すというパターンは主。最後は、レイラの生まれてくる家間違えた。のあと二人で、はい。 この親にしてこの子あり、のセリフで締めることが多い。父がネタの大筋を書くが、ライブの反応を見てのレーラの修正や、アドリブもかなり入っている。2018年の M-1 グランプリでは3回戦で、敗退。2019年12月21日付で、西東京市より完熟フレッシュ二人で、西東京市 PR 新全大使に任命される。千二十一年一月、 完熟フレッシュが、西木鯉と共に、漫才協会に正式入会したと伝えられた。2021年2月、日本テレビの人気番組、クイズ。あなたは、小学5年生より賢いのにおいて300万円を獲得し、話題になった。池田57クレイジーの、ロックンロールコメディ賞時代の出演については、ロックンロールコメディ賞出演の節を参照。 池田57クレイジーに関するカテゴリー、池田レイラに関するカテゴリー、ありがとうございます。